9。ジャパニーズステーションアク立村真嗣アクバブルスデレムスタジオへようこそ。これね、ちょっと最近のデレムニュースではないですが、はい、インドネシアに、2年前に行った時に、3年前の一番お土産屋さんで買って、帰りに吹きまくった。そう、聞いてくれる、まだ買ってないのにね、ずーっとショッピングモールの中でずーっと吹いてるの。だからさ、立花、すごい広いショッピングモールなのに、立花さんどこに行ってるのかすぐ分かんない。ピーピロピーピロ言ってるから。ほんでもう僕の唾液がついちゃったので買わざるを得なかった品物でございます。ね、そ食のね、ゾウさんも毎年1回行くごとにこうやってゾウさんを買って、日本に帰ってきております。インドネシア、私が好きなだけなんです。ゾウさんインドネシアありがとう。私とにゃというわけで、はい、デレムの活動もどんどん進んでおりますけども、はい、それでは今日のエピソードと、さっきのインドネシアの話題になっていることを聞いて学んで、言葉も学んでいきましょう。それではトピック1。KFC がインドネシアの伝統的なデザートを提供する。KFC ってあれだよね、ケンタッキーフライドチキン。なんでそこだけ英語。美味しそう。何これ、プキスケーキ。もうちょっとショートケーキみたいな感じかな。パンケーキの生地みたいな。いろんなものがついてる。チョコついてる、美味しそう。ね、はい、見ていきましょう。KFC jualan kue pelukis. Hah, seriusan? Nah, jadi tadi aku ketemu sesuatu yang unik pas lagi di KFC. Jadi ternyata mereka jualan kue pelukis juga loh. Loh, itu siapa ya? Selama ini aku ke KFC tapi baru tahu ternyata mereka ada jualan kue pelukis kayak gini juga. Jadi harganya tuh Rp22.000. Mahal ya? Kue pelukis sama yang gede sih.Toppingannya juga lumayan banyak. Untuk kue putih sendiri, dan toppingannya lumayan banyak. Chicken yakanai no chicken. Umasou. Ah, oisou. Hot pastel, hot pastel. Choco tsukete, choco tsukete. Sampai aku videoin kayak gini. Nah ini di produknya. Satu box ini isi 5 guys. Aku pesan rasa keju, coklat, kacang, dan ada cookies and cream juga.Wow, rasanya juga enak guys. Ternyata bukan cuma ayamnya doang yang enak ya KFC. Kalian cepet coba. Aku mau nuts のやつ食べたい。これ。あ、めっちゃ美味しそう。そうやな。22,000 rupiah。250円ぐらい。200円ぐらいですね。めちゃくちゃ安くない？え、5個で200円？なんでこんなぐらいあったもんね。なんかお手のひら広げるぐらいの大きさはありました。あれ5個で200円、最高じゃん。ケンタッキーフライドチキンの様子は一切ありませんでしたね。さっきの映像の中にはケンタッキーフライドチキン感はまるでないね。まるでなかったですね。まるでないけど、でもなんかインドネシアってすごく人気なんだよね、ケンタッキーフライドチキン確か。ね、まあでも大好きですよね。まあそこでまあチキンを買って違うお店でデザートを買うっていうのを一気に一つの店でできるようにしちゃった的な。トッキングですね。で、まあ日本でいうケンチキで買った後にミスドに行くみたいな。ああ、そうね。それをミスタードーナツに行かなくてもケンタッキーだけで食べれるぞっていうのをKFCは見せつけたという感じですよね。あれ自体が日本にもないからちょっと日本でも売ってほしいですよね。すごい気になる。あれ生地何なんだろう。ホットケーキみたいなんですか。ふわふわしてましたよね。ね、美味しそう。いいですね。絶対買うんで、ケンタッキーフライドチキンさん CM 待ってます。いや、この間僕ね、淡路という日本の関西、大阪の近くかな、神戸の近くにある島に行ってきたんですけど、そこで幸せのパンケーキっていうお店に行きまして、めちゃくちゃふわふわのパンケーキが2つ乗ってて、めちゃくちゃ綺麗な水平線の外で食べれる、テラスで食べれるっていうことだけに、日本円で1人なんと1人2300円がかかりました。2300円ぐらい。でもこんなんでしょ。そう、さっきのプキスケーキは5個で250円なのに、俺の食べたパンケーキこんなんでしょ。こんなんが2個。パンケーキ結構でかい。あ、でかい。ふわふわのパンケーキもうまそうなんですけど、生クリームでボンボンアイスに乗っかってボンって乗っかってるんですけど、2300円ぐらいしましたね。いろいろとつけると。それね、ちょっといいディナーや。そう、あれディナーでしたね。とても高級なもの食べましたけど、それと比べるとちょっともう俺はケンタッキーフライドチキンと思いましたね。行こうね。行こうね。インドネシア行ったら絶対行きます。はい。それでは、ここでインドネシア語を勉強しましょう。はい、伝統的と言いますね。これをインドネシア語で言うと、せーの、トラディショナル。ベトゥル。はい、それでは次のトピックに行ってみましょう。話題2ですね。インドネシアのデモの時に起きる面白いハプニング。なんでデモで面白いことが起きる。結構シリアスですね、デモはね。デモって反対ってやつでしょね。はい、見てみましょう。お母さん探してる。見つけたのかな、これ。あら、怒ってる。え、おかんに怒られてんの、これ。お母さん、デモに参加してる人と怒ってる。え、これはさっきのじゃあ怒られてたっぽい人が息子だね。あんた大丈夫な方いるから、またこういうとこにおってからみたいな感じよね。日本語というか広島弁で言うとですね、そういうやつ、そんな感じだったね。うん、あ、でもやっぱお母さんには逆らえないのかな。まあそういうことですよね。家族が絶対ですから、やっぱり。あ、そうか。うん、他の次のハプニングとか。次のハプニング、あ、たくさんあるね、ハプニング。はい、わあ、危ない危ない、物壊したらダメ、柵に積み上がる。イエーイじゃない。まあまあいいのかな。あ、落ちた。でも落ちるつもりはなかったね、あの人はね。ラマイになってるとき、人がガシャガシャガシャってなってるときに、その人もわーってやったんだろうけど、自分がまさか川のほとりにいたとは、どこのほとりにいたとは思えず、バンって落ちた先、綺麗な川ならいいけど、ちょっと汚かったですね。そうね、かわいそうに。お母さん、デモ隊の中で一番目立ってますよね、格好。派手だしね。派手だし。はい、他も見てみましょう。直し合ってるやつね。え？どういうこと？どうしたの？このお母さんが。おばさんね、やっぱね、おばさん最強説やね。うん。やっぱおばさん最強説は全国共通なんですね。全国共通だね。うん。日本もやっぱあるからね。うん。気をつけよう。気をつけようね。おばさんが乗ってたら気をつけよう。さっきのでもこのサンダル探してるおばちゃん、ちょっと気になるのはデモ隊だったんですかね。デモ隊あんま関係ないんじゃないかな。もうなんぼほどでデモ隊の人たちたくさんいる中でなんぼほどのおっちゃんたちが息子探してるんだろうね。でなんかこうやって連れ帰るでしょ。ねえカイザーだ。ちょっとそれデモ隊の息子さんちょっと頑張ってお母さんに許可取っていこうね。それは先に許可取っていこう。許可取ってから頼むから、デモの現場も乱れるから許可を取ってボレしてもらってから行こう。そうね。そうしないとおばちゃんも散々探すことになるからね。警察の中で。よいかんってあんな警察がわーって言ってるところにつかつかつかって、あなた私のサンダルそこあるからちょっとだって警察がもうこうやって押しながらさ、おばさん来るかなんかと思ったらサンダルない、うちのサンダルないみたいな、もう今それどころじゃないみたいな感じ、なんかちょっとよくわからん空気になりますよね。すごいな。ちょっとはい、それではありがとうございます。それではここでインドネシア語を勉強するコーナーにやってまいりましょう。今回のお題は大学生、それをインドネシア語で言うといきますよ。はい、まずいってみましょう。せーの、マハシスワ。一発大きくきました。マハシスワ本話題の感想としまして、 1KFC。 あーね、KFC のあのデザート、そうあれは絶対にインドネシアに行ったら絶対に食べに行きます。はい、絶対に食べに行くんで、一時の流行りで終わらないでください。はい、来年まで絶対にあって、もうあれ本当に食べたい。ブキスケーキ、コロナに負けないでよろしくお願いします。食べます。2は何だったっけ。デモだ。おばちゃんが息子、おばちゃんが結局デモやらなんやらよりおばちゃん最強説ですよね。世界のおばちゃん頑張れ。イエス。そうだ。息子をちゃんとさせよう。宿題はやってからデモに行こう。そうな。ね。というわけでエンディングになりましたけども、今日も面白かったね。面白かったね。どうしたらいいんだろうってネタよく振ってくるよね、プロデューサーさんね。本当にどうしたらいいんだろうと思うけど、我々も負けずに返したいと思います。はい。もし皆さんからのリクエストがあれば、ぜひともコメント欄の方に書いてくださいね。というわけで、僕たちのコンテンツが面白いと思ってくれたら、ジャパニーズステーションのチャンネルに LIKE、コメント、またチャンネル登録してくださいね。次回もお楽しみね。サンバイジュンパーリングドゥパー。